天気予報をまずは台風の情報です台風14号は日本の南をゆっくりと北寄りに進んでいますこの後は発達しながら北上し9日の金曜日以降西日本や東日本に接近する恐れがありますでは今日の予報です九州から東北はカラッと晴れんでしょう北海道も日が差しますがところどころで雨や雷雨となりそうです 気温は関東から西では25度以上の夏日になりそうです。週間予報です。明日は東京から大阪で夜から雨が降るでしょう。週の後半は各地で天気が崩れ、台風14号の影響で大荒れとなるところがありそうです。今後も最新の情報を確認してください。天気予報でした。